DC 楽器エフェクターコーナーは定番機種からマイナーモデルまでどんなエフェクターも買い取ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。再現できてると思う。こんにちは、TC 楽器の吉島です。こんにちは、TC 楽器エフェクター担当の佐野です。佐野さん、はいはいはい、今日はですね、はいはい、ロシペダルさんから新作届きました。新作のペダル、佐野さん、新作のペダルが届くとここに来ますね、うん、来ますねどうにかね、これをね、皆様にね、はいはい、お知らせしたいと思って、ね、なるほどね、新入荷でもない、本当新製品ですよね。新製品です、新製品です、うん、これから出ますという、はいはいはい、うん、ペダルです。ロシペダルさん、沖縄から。そうそうそう、沖縄から、はいはいはい、こちらです。じゃん、グラーフリザルトっていうね、一見して多分何か分かっちゃうような、分かります、わ分かるあの、まあ、あれですよ、ロシさんなんで、あで、うん、まあ、うん、ね、うん、ファズかな、ファズです、正解です、はい、だし、うん、そうですね、これはあの、うん、多分だけど、うん、マフですね。マフです、正解です。ここにパイが、うん、はい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 、はい、パイがね、パイがここにあるんで、ありますね、パイっぽいやつが、うんうん、まあでも予想はできますよ、うん、このマークといい、マークといい、この、うん、ノブの並びね、並び、うん、こちらグラーフリザルトはエレハマのね、ビッグマフの最初期のモデルって言われてる、このね、ノブの並びからトライアングルって呼ばれる、うん、ビッグマフ V1 ファースト、一番最初のね、はいはいはい、最初期のジャノメ基板っていうね、基板で構成されてるビッグマフを元にしたペダルです。はいはいはい、はい、うん、じゃあトライアングルマフ、そうです、トライアングルマフの感じだと。そうです、ジャノメ最初期は、うんうん、さあ、まあ、ジャノメって言われてもピンとこないかというか、まあ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 、まあ、あの基板にね、はいはい、こうやって丸い穴がバーって開いてて、あの蛇のね、まあそのままなんですけど、ジャノメっていうね、はい、まあ、見た目からじゃあそれでジャノメって言われて、うん、言われてる基板で、だプリントじゃなくて、うん、そうですそうです、ユニバーサル基板で作ってる、うん、そうですね、で、まあ、最初期はその基板を使って作られていました。相当珍しい、珍しいです、自分でもね、まあそんなに多くないんですけど、何台か触れたことあるんですけど、はいはいはい、まあそのビッグマフって割とディストーションファズっていう感じのイメージなんだけど、やっぱりね、ジャノメ基板のモデルっていうのはね、すごいもうファズ、はいはい、うん、ファズそのものでね、すっごいね、なんて言うんだろうな、超ワイルド、なんかトライアングル自体、うん、ビッグマフの歴史の中だと、うん、まあ、元もファズ、ファズシー、まあと言われますけど、その中でも特に、その中でも特に、うんうん、でやっぱうおーこれファズだなっていう感動を得られたかな。なんかよりそういう手配線でやってる時期だし、うん、あとなんかキット販売されてた、あーはいはいはい、っていうね話もあるじゃないですか、ね、自分で組んでねみたいな、だから個体差がすごい、個体差が多いっていうのも聞きますね、うん、なんかね、一部間違えてるやつもあるみたいなね、あ、そうそう自分で作るやつだから、そうそう、ちゃんとね黄ばみないとね、うん、みたいな、うん、だからまあその個体差とかもね、うん、激しいとは思うんですけど、うんけど、うん、まあある個体を再現したっていう感じなんですかね、うん、これは。そうですね、うん、まあトライアングル系っていうのも少ないですかね。まあそう、うん、そこに焦点を当ててるっていうのはね、なかなか、うんうん、少ないかもしれないね。本家のリーシューもあるけど、うん、ロスさんの新作はトライアングルだと、うん、そう、グラフ、グラフ、グラフです、はいはい、うん、かっこいいですね。かっこいいです。もともとロシーペダルスではグラフっていうモデルが存在してました。ジャノメ基板仕様のトライアングルマフを完全再現したモデルがあったんですよ。はいはい、はい、もともとあった。そうなんですよ、心より前に、はい、はいはい、でその時にまあ得られたそのなんだろう、ノウハウを生かして今回リザルトという名前で、ああ、だからグラフリザルト、そう、グラフリザルトっていう、はいはい、まあさらにね、まあ後で説明するんですけど、こういうミニスイッチとかが搭載されています、はいはい、新たに、はいはいはい、うん、でさらにそのサイズダウンを測った。あ、なるほど、はい、じゃあそのなんだろう、うん、こう使えるようにじゃないけど、うん、まあより、はいはい、うん、使いやすく楽しめるようにね、はいはい、されています。で、まあ、ロシーペダルさんがね、そのリザルトシリーズみたいな形で完全再現したものから得られたノウハウを生かして、こうやってどんどんねペダルを出していく、そうなんで、あ、その発展系みたいな、うん、発展系を、はい、出していくそうですね。なるほどね、うん、あ、じゃあリザルトはそういうものなんですね、はい、じゃあグラフはグラフで完全再現シリーズみたいな感じであって、うんうん、でこれはリザルトって言って、そう、ちょっとこう現代的にというか、そうです、そうです、そうです、より使いやすく、うんうん、みたいな感じなんですかね。そうです、そうです、なるほどね、はい、これでももう音が気になるもう音出しましょうか音を聞きたいですね。音出してみましょう。そこで今回ね、特別にロシペダルスの金城さんから、はいはい、このねグラフリザルト、まあグラフなんですけど、うんうん、リファレンスとして使用した個体をお借りします。リファレンス個体、リファレンス個体、オリジナルところですか。オリジナルです。おお。ドゥフドゥフってこれがこれです、これです、これがトライアングルマフマフえ、ってことはこの中身ジャノメです。おお、うん、66年へー、うん、66年生、めっちゃ初期じゃないですか。めっちゃ初期です。まあファーストはここのボリュームのとこがこのパッチンスイッチっていうこういうの
あのパチッって言ってスイッチが入る仕様で、これ本当に最初のやつじゃないですか。そう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 、後の方になるとこういうスイッチパチパチってこういうスイッチに変わるんで、スライドのね、うん、そう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 。あとね、表記がね、ここファズってなってたり、ここは後々トーンってなったりするんで、はいはい、そう、最初ねサスティンとファズがあるのであれって思う人もいるかもしれないんだけど、はいはい、そうなんです、はい、トーンじゃなくてファズ、そうそうそう、本当に最初のやつだこれ。そうそうそう、本当に最初のやつです。すごい、めっちゃ年季入ってます。これはすごい代物です。じゃあこれ、あの対馬くん弾く？これを弾くんですか、うん、弾き比べていいってこと？弾き比べていい、弾き比べていい。やばくないですか、うん、本当にやってみて、うん、じゃあまずグラフリザルト、はい、これがどんなペダルかどうかってちょっと体感してみてもらいます。はいはい、はい、はい、いつもの TMG と、うん、TMG ギター、ツインリバーブのセットで、はいはい、セットです、はいはい、サスティンを12時、まあ、ファズも12時、はい、まあ、ちょっとフラット目にして、このミニスイッチについて説明させていただくと、はいはい、一番左がねトライアングルモード、普通の、まあ、普通のデフォルトみたいなね、はいはい、で真ん中がローカット、ローカットスイッチ、はいはい、でまあ本来のねトライアングルの高音の荒々しさみたいなのをね出したい、表現したいっていう時にね、はいはい、真ん中結構ね好きな人いらっしゃると思います。で右側はねミッドモードでハイミッドをねプラスするっていう、まあその音の分離とかがね良くなるっていうか、バンドアンサンブルで使う時とかね結構重宝するモードです。あのロスさんはあれですね、うん、そのアンサンブルとかあと他のペダルとの組み合わせに対してこういうスイッチなんかでなんか、ね、対策ってくれてることが多いです、ね、そうですね、結構ねそこはあの肝を入れてるというか、うん、結構意識されてるみたいで、あのやっぱね実践で使えなきゃみたいなところを考えてくれてるので、うん、こうヴィンテージのディスペクトを保ったまま、そう保ったまま、うん、機能の追加で、ね、なんだろう、そうそう便利にっていうか、うん、まあ、ちゃんと使えるように、なるほどね、うん、めっちゃいい音なんだけど使えないとかはたまにあるんで、そういう感じ、本当一人で弾く分には気持ちいいんだけどみたいな、そう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 、だからそういうところにとどまらないっていうね、うん、なるほどね、あのそういう工夫がなされています、はいはい、まあでもとりあえずは普通の、うん、まあそうですね、左側でいきましょうか、はい、トライアングルモード、トライアングル、はい、じゃあまあ、リアのハムの状態です、うん、今、うんうんうん、クリーンですね、はい、いきましょうか、はい、めっちゃガサガサやね、すごいきますね、うん、ガサガサガーッと、うん、きますね、低音も十分だし、これはすごいね、うん、もう一回いく、あーでも、うん、はずです、うんってくるね。でちょっとコントロールいろいろいじってみるんですけど、そうなるんだけど、この、まあ、ここはファズ、ここトーンなんですけど、これってどこが好み？これはめっちゃむずいです。めっちゃむずい。そのめっちゃ毛羽立たせてるところも気持ちいいし、そう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 、正直、うん、アンサンブルでどうなるか分かんないですけど、うんうんうん、ブワッとさせた時はやっぱ気持ちいいですよ、うん、今弾いてて、ね、気持ちいいよね、はい、僕はね、あのガンガンした方が好きなんだけど、うんうん、上げ気味、そう、でもねバンドに入るとね消えちゃう時があるそうですね、これはだからこのスイッチで対策できるってことですか？そうなんですよ、はいはいはい、でまずねちょっとローカット気味にしてみます。ローカット、じゃあ、うん、トーンを下げてブワッとさせたいんだけど、そこを対策したいとき、12時ぐらいにしとこうか、いきますね、はい、ローカット、うん、あ、これはすっきりします、うん、
でまだこれだからね。トーン12時。12時。もっとね、はい、もっといく。逆に下げたらいいんじゃないですか。ね。下げます。うん。こういう感じね。ローカットモード。あ、でも、うん、なんだろう。ただどっかがいなくなって寂しくなるって感じではないかもしれない。そう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 。でね、次もね、やっぱバンドアンサンブルの中でね、結構問題になったりする。ミッドモード、ミッドプラスしてくれるモード。はいはいはい。これはじゃあちょっとこう、いまいち抜けがみたいな。そう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 。で、一応今フラットで。ちょっとじゃあ一回トライアングル。一回トライアングル。で、じゃあミッドモード、はい、心地いいね結構あれですね、ミッド真ん中ドーンというよりかは、うん、ハイミッド、そうハイミッド、ハイミッド、うんうん、カリッとしたところも一緒に上がってくる、うんうん、これはすごい。この状態どうなんだろう、ちょっとこう下げてみたいですね。なんかね、やっぱファズファズしいとこは残しつつ、うん、なんかすごいね、はい、聞こえやすくなるっていうか、なんつうんだろう、揃うね、音が。うん、まあ、だからそのトーンコントロールじゃ出せない場所をピンポイントというか、うん、そこをなんかこう支えるように上げてくれたり、うん、切ってくれたりっていうのがこのコントロール。これ意外に便利かも。うん、そうですね。うん、まあ基本トライアングルモードで、まあまあ左ですよね、作ってアンサンブルでここぞって時に踏むとこうなんだよなみたいな、そう、悩みが出た時に切り替えてみて、あと微調整みたいなね、うん、だこれ変えたらそれに合わせてトーンちょっといじってみたいな、そういう使い方かな。トライアングルモードかな、圧倒的にこう迫力が。これもね、ここは最初、おーっと思ってローがね、サスティも十分、うん、というか、うん、あれですね、絶対その後のビッグマフでは得られない世界ですよね。そうだね、ですよね。こういうガサガサしてるのってね、うん、なかなかね。で、はいはい、こちらね、本茶のビッグマフトライアングルいいんすかそれ。 V1 ジャノメ基板、はい、言ってください。いや、ジャノメなんかなかなか弾けない、ね、ジャノメなかなかね、なかなか機会はないですよ。うん、うん、おブチッとしてガサガサ感が、すげえこれ。もうね、
素晴らしいペダル言うことなしだねでも、うん、やっぱね再現できてると思う。だからシス感がすごく、うん、そうこのカサカサカサっていうのってなかなか作れないから、うん、なんかここが違うな決定的にって、うん、そんなに重箱の隅を つきに行かなくていいぐらいには雰囲気がかなり、うん、そうそうそうもう本当近づいてる、うん、すごいですね。でも、うん、なかなかないんじゃないですか。なかなかないこの古いマフの質感をここまで迫るペダルって、ね、ここまで、うん、表現する。いやこれ本物ですよ。なんかすごいですねそういうブランドが日本で増えてきましたね。すごいすごいです、うん、ご縁がありますね、うん、うちはいろいろやっぱね。でもねロシさんは本当パーツの達人なんですよ、うん、パーツ類とかね、はいはいはい、すっゲームこだわりがもう半端ないんで、うん、やっぱりねこうやって作り出せる音っていうのはねやっぱ違いますね、うんうん、いやじゃなきゃだってこれセットで弾いてってならない、ね、まあ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 そうですね。相当な今回自信作、うん、そう自信作。いやでもこれは確かに、うん、そうもう一回戻していいですか、うん、あいいそう弾いてください。めっちゃねこのワイルドさとね太さとね、はいはい、うん、この質感ね確かに、うん、いや、うん、蛇の目の再現っていうのは聞いたことがない、うん、蛇の目の再現そうもう分かりやすく言っちゃえば、うん、トライアングルの再現はたまにあった、ね、まあ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 そうですね。蛇の目の再現ってあります、うん、蛇の目再現ね蛇の目の再現僕はあの出くわしたことないです、うん、っていうね難しいですね、うん、だからそうそうそう難しいと思います。あのなんかねやっぱりねディストーションチックな方がねやっぱ作りやすいと思うんで、うん、音が、うん、そうラムズっていうのは結構いっぱいあるからそうですね、うん、やっぱこういうリアルなところはね、はいはい、難しいと思います。これはちょっと、はい、まあなかなか本物のジャンルが手に入んないから、うん、そうですね、うん、でも全然代わりに、うんうん、これはなんか救われるプレイヤーがいっぱいいるんじゃないですかね、うん、まあその頃のねビッグマフってなんじゃろうと思ってる人もね結構体感できると思います、うん、これで、うん、はいはい、はい、これは販売はそう当店でもね取り扱わせていただくんですけど、はい、3月下旬にあの発売予定ってなってます。なるほど。でまだちょっと詳細がはっきりしないところがあるので、はいはい、まあ当店のね近況報告とかその SNS その他で追って、はいはい、あ告知そうですね告知して行かせていただきます。お楽しみという感じで。お楽しみに、はい、ロシペダルス、ロシペダルスのねグラフリザルトですね。はいはいはい、はい、ぜひチェック、ぜひチェックお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。TC 楽器では弦やメンテナンスグッズのほかオリジナルグッズも販売しております。ぜひ店頭でお買い求めください。